本日はですね、毎月第3日曜日に一連漁協で行われている海地とれてる朝一の魚を取っていきたいと思います。梅雨の終わり方なんですけど、昨日は連日のように雨が降ってまして、相当濁ってるんですよね。やばいです。潜るとあんまいない、今日一組ぐらいしか潜ってないんじゃないかっていうことだったんで、取れない確率が高いんですけど、一応具志堅さんが出してみるっていうことですね。どっか潜れそうな場所を探して行っていきたいと思います。なんと明日が父の日ということで、そうですね、お客さんは比較的多いんじゃないかという予想。そうですね、父の日のプレゼントに魚がないって言ったら怒るでしょお父さんということで、安全第一で行っていきたいと思います。前はこっちで一発目マークだったんで、いや、はい、現場到着ですね。ただいまの時刻が7時50分なんで、そろそろ潜りたいと思います。で、思ったよりなんか透明度あるんで、目標50キロ、1人20キロ弱ぐらい取れば。たださっきからこの雷が、うん、すごいピカピカしてる。もしかしたらこれが最後の映像になるかもしれない。なんか言い残すことある。サクッと潜っていきたいと思います。 OK、 行ってきます。 公式 LINE を始めましたので登録よろしくお願いします。お願いします。
1回目の超過っすね。渋かったっすね。こっちはちょっと大雨が降ってね、大変なことになってるんで、これが一番大きいかな。ガラサ、イヌバ、アバサ、タコで、チルマン、エゴア、トカジャ、アーガイ、ベラ、おじさん、ブチアイゴ、スジブダイ、これが、クルバニアカジン、ギリギリ40センチ超えてた。結構種類取ってるんじゃない？種類を取ってる。よかったよかった。じゃあちょっと次のポイントに向けて準備します。はい、全部入れる。チルマンも全部入れる。 OK。石小屋にタッパッパと2回ぐらいに大丈夫。はい、えまたやった。どこでよ、どこで。いやまた。皆さん、英語を触るときは気をつけましょう。カゴさよ。
はい、雨も上がって今2回目ですね、終わったところです。あんまたくさんは取ってないけど、一応高級魚が当たったから良かったのかな。赤ジン、マクブ、タマもいるさ。これなんだろう、ムルかムネアか。ムネアかってなんか胸が赤いからなのか、違うよな。なんかおじさんもでかいねこれね。おはようございます、今からですね、競りの方を始めていきたいと思います。カゴの中に 1.6 の640円って書かれてます。これがスタート価格ですね。すべて税込み価格で支払いとなります。始めていきたいと思います。セリマグロ 1.9 キロ950円でいきましょう。950 100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 0 1
カメラあったら緊張するな。
がいいんでね。そのワインですけど、セリの方でいいですね。セリにとって包丁入れていきます。セリにとってね、だから骨がその部分を取り外していくような形で、あー綺麗に取りますね。じゃあ頭を取りましょう。はい、だんだん取ってきましたね。頭で包丁を入れていきました。お疲れ様です。お疲れ様です。6月の、ウンチトレトレ朝市、無事に終了ですね。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。特に可もなく不可もなくだよね、今回のやつはね。自分の撮ったマクブ、撮ったのはいいんですけど、森の先っちょが折られたんで、あれでチャラになりました。森を買わないといけないのか。まあ、久々になんか撮れたので楽しかったですね。うん、そうだね。明日やつもあるのでね、それも含めていい値段がつけばいいなっていうところですね。じゃあ6月の日曜日、今月も大成功ということでありがとうございました。ありがとうございました。9月1日、全部祭り。皆さん、ぜひ来てください。知念漁港も参加します。おっす。恥ずかしい。